皆さんご機嫌ですか？どうもキーボーです。たまにスーパーに売ってるこいつとかこいつとかこいつら、あまりの安さと好奇心が混ざり合ってつい買っちゃったってことありませんか？ちょっとした出来心でつい違うコーラに浮気しちゃうんだけど、結局こいつのところに戻ってきちまうんだ。そんな YouTuber になりたいです。というわけで今回はサザエさんの予告ネタツッコミ第2弾いってみたいと思います。タラちゃん敬語やめます。ナミヘイ憧れのロン毛初体験、磯のカツオで出汁を取れ。今さらこいつにタメ口聞かれたカツオがイラッとしそう。ナミヘイのロン毛はこういうこと？カツオはただ風呂入ってるだけだ。ナミヘイ船に乗る、どういう意味で乗ってんのこれ？ワカメのワカメ、下ネタじゃないよね？船沈む、船さーん。中島の裏切り、中島が何をしたって？誘ったのは姉さん。おいサザエ、お前何してんだ？中島のこと兄さんとは呼べないよ。サザエ完全にアウト。野球ばっかしてた結果がこれだよ。ナミヘイワカメを食べる、タラちゃんカツオを食べる、船ジンロクを食べる。食物連鎖か。まあワカメとカツオは食べ物の名前だからまだわかるけど、ジンロクは完全に人間だよ。あ、下ネタっていうこと？でも食ったの船さんですけど。アナゴリップクリームを2日で使い切る、ワカメパンツ出してたことに気づく、マスオのそぼろがないそぼろ丼。アナゴさん唇えげつないな。ワカメはそれパンツなの？マスオさんそれただの米や。キーボーマスオさんの真似をする、絶望的に似ていない、チャンネル登録解除祭り。すいませんでした、もう二度とマスオさんの真似しないんで登録解除しないで。はーい、バブーちゃーん。こいつにやらすな。